皆さんこんにちは、宇部市長の篠崎です。今日は乳がん検診の啓発のために宇部市にお越しいただきました、元 SKE48 でタレントや声優としてご活躍されています矢方美希さんにお越しいただきました。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。矢方美希です。お邪魔します。私はですね、今の市長からも紹介がありましたが、もともと SKE48 というアイドルグループで17歳から24歳まで7年半ほど活動しておりまして、でそのグループを卒業した後にずっと自分が小学生の時から声優になりたいという夢を持っておりまして、まあ、声優としてゼロからこうスタートするぞと思っていた時に乳がんが分かりまして、でそれから現在もずっと治療しながら、まあ、いろいろとそのがんの治療プラス仕事っていうのを両立しながら、まあ、現在に至るんですが、よくそのじゃあどうやって乳がんを見つけたんですかって言われることも多いんですけど、で自分がそのアイドルを辞めたタイミングでもあったので、そのがんが分かったからアイドルを卒業したのかみたいなことも結構言われることも多かった中、自分はたまたまテレビを見ていた時に、まあ、乳がんで亡くなってしまったっていう芸能人の方の報道を見た時に、乳がんはすごく治る病気だっていうふうに思っていたので、やっぱりがんって亡くなってしまうこともあるんだっていうことを改めて、まあ、気づきとして、で自分でどうにか知ることはできないのかなって思った時に、まあ、中には若くして乳がんになる方がいるっていうことを知って、じゃあ自分で今すぐ病院に行くのはちょっと違うなと思ったので、セルフチェックという方法で、まあ、一つ、まあ、異変に気づけるっていうことが分かったので、そのセルフチェックをしたのがきっかけで、まあ、がんが分かって、で今治療も続けて芸能の仕事をしてっていう矢方美希です。その矢方さんみたいにですね、そのご自身の経験を通じながら若い世代、また全てのいろいろな方々に知ってもらうということは本当大事だと思いますので、ぜひこれからもそういう活動を通じてですね、市民の方の健康づくりにもですね、ぜひお助けをいただければなというふうに思っていますし、はい、今宇部市ではですね、こういうふうながん情報のハンドブックというものを作成させていただいております。今上りもこちらの方にあるんですけど、やはりがんに関連してですね、ちょっとでも不安に感じられたらすぐ相談ができるような相談窓口というものも設定をしておるところです。でもなかなか皆さんやはり最初の頃はやっぱ怖いとかそういう感情もあって、なかなか一歩が踏み出せないという時にですね、こうやってこういう啓発活動をどん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 やっていくことが大事であるというふうに思います。一方でがんを早く見つければ早く治療に着手できて早く治るというようなこともありますので、ぜひ市民の皆様におかれましては、しっかりと本当怖がらずに勇気を持ってがん検診をしっかりと受けていただければと思いますし、矢方さんにはぜひそのご経験も踏まえながらですね、これからちょっと宇部市のお力添えもいただければなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。はい、ぜひよろしくお願いします。で今実は担当から聞くとですね、今お話になりました、はい、セルフチェック、このことを非常にまだまだ知らない方も多いということですので、やはりこういうセルフチェックというところもですね、やっぱ身近で簡単にまず最初の第一歩が踏み出せるというところもあると思うので、そのあたりもぜひまたお話を聞かせていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。最後に宇部市の市民の皆様に一言メッセージをいただけますでしょうか。はい、宇部市民の皆さん、はじめまして、矢方美希と言います。私がこの宇部に来たのが、まあ、この乳がんの啓発っていうのが一つのきっかけではあったんですが、すごくこうたくさん山口含めこの宇部っていう場所に来た時に、いろんな美味しいものであったり、いろんな何ですかね、こうおすすめスポットみたいなところもたくさん知ることができて、宇部ってすごい場所なんだなっていうことをすごく改めて感じまして、で市長がつけてるバッジ、はい、あれもすごいかっこいいなと思ったので、ありがとうございます。なんかもっとちょっと日本中に広まってほしいなっていう、宇部シティがどん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 広まってほしいなと思いますので、今後私もそんなお力に添えるよう、まあ、啓発ももちろんですが、まあ、タレントとしても活動していますので、よかったら矢方美希覚えていただけたらなと思います。はい、以上でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は元 SKE48 タレント声優としてご活躍していただいております矢方美希さんに視聴チャンネルにご出演をいただきました。ちなみに矢方美希さんも宇部市出身の庵野監督の作品のファンということです。これからもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。